今は握って仕事しててこの年になって完璧だとは思っていないからね。親さんまだ悔いがあるったらおかしいよ。で、せがれがかわいそうだから早く譲ってあげてって。ずっとまあ親さんがやっていければそれでいいんですけれども、そうはいかないですから、いつかは交代しなきゃいけないですから。そこまで頂上まで行けば完璧かも分かんないけど、じゃあこの頂上はどこかっていうと分かんないわけですよ。抜いてやっと並んだ。そのぐらいやっぱり親父の影響っていうのは。夢だったっていうのありますよ。これやったらいいんじゃないって、夢でしょあれ。やるってことは非常にいいことじゃないかなと思います。父はもう二郎さんの亡霊がもうそこら中にあるから。好きにならなきゃダメですよ。それ自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。